新宿駅前をご通行中の皆様、こんばんは。私どもは政治団体の君の会と申します。本日は長谷川代表のもとにお邪魔をさせていただきまして、街頭演説をやらせていただいております。師走も押し迫ってまいりました。1年間本当にあっという間に過ぎた感じがしております。年末年始、昨日が仕事納めで、今日からお休みという方も多いかと思います。国内の旅行や海外に出て行かれる方、また海外から日本にお越しになる方、さまざまいらっしゃる、さまざまなお正月をお迎えになると思います。どうかこの寒い中ではありますが、ご安全にこの年末年始をお過ごしいただきたいというふうに思うわけでございます。1年間を振り返りますと、さまざまなことがあったわけでありますが、その私たちの心の中にはですね、やっぱりこう日本を愛していく、日本を守っていくという心が大事なんではないか、これだけがあれば、あとは何が起きてもしっかりとこう日本人として生きていかなければならない、このことを考えるわけでございます。この年末年始、新年を迎えるにあたってですね、改めて日本人でよかったな、日本に生まれてよかったと思えるような年にしていきたいと思っているわけでございます。今年は5月に令和という新しい元号に変わりました。なかなかこの迎えることのない元号が変わる年でございました。実は私も昭和の生まれでありますから、昭和から平成、平成から令和、2つこう元号を変わる瞬間を見てきたわけでございます。しかしながら、この令和に変わる時もよく言われました。昭和の時はあまりお祝いムードではありませんでした。それはやはり昭和天皇の崩御がお亡くなりになってからの元号の変更でございました。ですから、静かなうちにですね、この新しい元号を迎えて、いつの間にか平成に馴染んだという感じがありましたが、この平成から令和に変わるときは、初めてのですね、この攘夷という感じでございました。位を部譲りになるということで、特例法を使ってですね、新しい元号を迎えるということになりました。上皇陛下もお元気のままこの位をお譲りになるということで、新しいこの元号を迎えるにあたってですね、日本全国で本当にお祝いムードで、私も小旗を振りにですね、皇居の周りに行ったものでございました。しかしながら、この平和であるように一見見えるこの日本の今の現状でありますが、やはり隅々を見てみると、やはり平和ではないんだなということがよくわかるわけでございます。かねてから懸案になっております、もうこれはずっと第二次世界大戦、大東亜戦争が終わってからの懸案事項である北方領土の問題もしかり、そして竹島のしかりも問題もしかり、そして私が一番関心事を持っている尖閣諸島の問題も同じくでございます。今年は年間、昨日までで279日の間に、中国の公船が尖閣諸島の周辺に、入ってきたわけでございます。実に3分の2、365日の3分の2以上の日を中国の公船が尖閣諸島の周りをうろついていた、時には領海にも侵入をしてきた、こういう事案が発生しているわけでございます。日本を守っていかなければならない、私たち日本人がしっかりと日本を守っていかなければならないという観点からすれば、これは由々しき事態であるわけであります。こういったことを私たちが言い続けていく、この YouTube を通してご覧の皆様、そしてマイク抜けた、大事であるというわけであります。抜けた、バッテリーがなくなってしまいました。 YouTube をご覧の皆様、バッテリーがなくなってしまいましてマジか、今私の肉声でお送りをしております。このもう限界ですか、私が燃えすぎたか、私燃えたかった、
からバッテリーが死んだ。ありがとうございます。街頭演説をやらせていただいております、機材のトラブルで少しちょっと時間が空きましたが、日本を守っていくということをですね、しっかりと意識していくためには、やはりこの第二次世界大戦、大東亜戦争が終わってからの私たちの日本の歴史を若くして、この日本を守っていかなければならないという人たちがしっかりと今の現代の私たちも守っていく、そのためには何をやっていかなきゃいけないのかということをしっかりと意識した。外戦車、そういった観点を願いを込めまして、この来る年2020年も政治の世界においてしっかりとこの憲法改正や私たち日本人の命を守る、そして日本の国土を守っていく、このことを念頭に置きながら、国会議員の皆様、あれまだ地方議員の皆様、いないただきたい、このことをお願い申し上げ、私の本日の星新宿でのマイク納めとさせていただきたい、このように思うわけであります。1年間どうもありがとうございました。お世話になりました。